はい、どうも、スサナです。徒歩で東海道53次。今回のルートは、三重県の四日市から、愛知県の熱田までとなります。そう、愛知県に入ります。では、最後まで見てください。おはようございます。7月19日、日曜日ですね。はい、四日市です。今、9時を過ぎてます。ちょっと出発遅いです。今日は愛知県まで行きます。まあ名古屋市の近くですね、まで向かう予定です。で、ここの通りは四日市番街というところです。昨日ここの辺のね、居酒屋に行きました。結構いろいろと、まあ居酒屋とかであれば、あとは漫画喫茶とかもあったりします。結構飲んだり、まあラーメンとかもあったりする通りになるので、ここでね、ご飯はおすすめです。じゃあね、三重の戦国時代に名物だった長餅を食べに来ました。このお店8時半から開いてます。餅で中にあんこが入ってます。ちょっと買って今日のおやつにしたいと思います。入ります。はい、今2時間ぐらい歩いて、まあ、約10キロぐらい歩きましたかね。まだ10キロじゃないんですけど、まあここら辺は自然とお家を楽しむ感じですかね。ここら辺はね、もう最近のお家ですね。いやー、今日暑い、本当に。いつも水2リットルね、飲んでるんですけど、ペットボトルを持って歩いてるんですけど、今日はもう一本突入するんじゃないかなっていう感じですね。いやー、でもね、自然だし、まあ、雨よりは完全に晴れてる方がいいので、ね、あっちに電車通ってるんですかね、音的に。はい、じゃあね、まだ10も行ってないということで、まだまだなので歩き続けたいと思います。はい、こちらなんていう川かは忘れたんですけど、まあもう桑名市ではありますかね。めっちゃ自然が、ここ何号線だ、そう1号線か。こちらのね、三重とかの駅はだいたいこんな感じですね。1個の2個の改札か。車両もまあ三重にこっちの方は4車両ぐらいに増えてましたかね。その前の場所までとかは2車両とかありました。なんかどっかでなんかかかってる。よいしょ。あっちが東海道の道となります。ここ桑名市で、人通りがね少ないんですけど、まあここも東海道の道で、なんかすごい良かったので、はい、東海道。で、私は上から2番目の七里の渡し、あと 600m ですね、に向かっております。左側はどうですかね。まあ新しすぎない家って感じですかね。なんかあそこにね、地図がありますね。ちょっと見てみましょう。はいはい、あ、ほらスタートした四日市と桑名で、お、いいえ、いいえ、これこれ、待ってた。で、今私がいるのがここ、向かうのがここですね。600m です。で、お、
すごいですね。皆さん、あ、なんか一つ休憩所に良さそうです。ちょっと日が当たってますけど、こちらがさっきあと 600m と言って向かっていた七里の私ですね。私発音ってます。さて、どんな景色が見えるのか見てみましょう。はい、さあね、天気がいいから。お、うん、すごい綺麗。あ、なんかお昼ご飯買っておけばよかった。見ながら食べたい景色でした。このね、道うどん屋さんとかいろいろとありまして、人は多かったですね。いかがですか。あっちの方にも橋があったりと、多分あの橋を渡る気がするんですよね。違うかな、もう一本先かな。あのね、そろそろ名古屋の方へ向かっております。いやー、すごい汗ですね。ね、今 16.4km で4時間ぐらい、うん、すごい遅いですね。休憩とかちょっとした時止めなかったからかな。すごい距離がまだまだあります。はい、あっちにもね、なんだろう、お寺かながありますね。お、暑い。では綺麗な景色をお楽しみください。無事にね、さっき遠くから見てた橋には到着しまして、で、こっから通行者注意って向こう側には書いてあるんですけど、あ、でも左折時か。こっからでもね、フェンスがなくなるんですよ。たらーん、おーい。なので、ちょっと危ないですね。風が今日は強いです。あそこに名古屋と書いてある。見えるか。まだ遠いか。精一杯近くてここですね。ということで、名古屋に少しずつ少しずつ近づいております。ですね、またも橋です。いやー、前の前の橋が長いですね。で、今回はこんな感じでね、なんか船もヨットじゃないか、もう使われております。今ですね、また昨日の友達に会いまして合流しました。今日の道もね、結構寂しい道なので、一緒に歩けるのは心強いですね。で、名古屋まであと26キロぐらいですかね。もう今20キロぐらい歩いたので、まあ今日は何キロ歩くことになるやら。まあまあ、まだ長いです。水もね、2リットル終わりそうです。で、頑張ります。はい、橋を渡ったら、イエーイ、愛知県。弥富市、はい、これで愛知に入りました。ただね、名古屋市まではまだまだあるので、ここから歩き続けますわ。いやー、三重さよなら。お、なんかありました。北海道ゲタヤ、名古屋に向かっていきます。1号線を歩き切って、あ、まだ歩き切ってないですわ。見えてきたのが名古屋市でございます。やっと見れたぞ。愛知といったら名古屋ですが、あ、そっちにも書いてありますね。ようこそ名古屋へ、名古屋へですが、まだ
変わらず10キロぐらいは今日はね行く場所まであります。ちょうど今赤信号なのか車が全然来ないのですごい静かですね。あっちは蟹江町町、はい、緑をお楽しみ。はい、ですね、まあ目的地よりももうちょっと先になりそうですね。やっぱり春日神社で、あと5キロぐらいですかね、ラストスパートに入ってきました。まあね、もう夕日の時間ですかね。やっぱね、さすがに足が疲れてきました。ね、本当に今日すごい汗をかき、水もまあいい3リットル以上飲んだのかなというね暑さの日でございますが、まあ多分今日からはねこんな天気が続くのではないでしょうか。まだ1号線でございます。このまま歩いていけばね、もう静岡、神奈川、東京とつながっておりますが、明日からまた東海道ルートになるんですかね。ちょっとまだしっかり調べてないんですけど、なんでここは車が通ってるだけですね。ではでは歩き続けます。またこちら川が出てきました。いや名古屋川多いですね。まあ三重といい名古屋じゃなくて愛知、今1号線を歩いてます。もうね名古屋とかはあんまりね途中までは見るものがなくて、ずっと1号線沿いとかを歩くことになります。昔の人はね船で移動したりしてるので、私たちの方が歩きそうです。あ、電車見えてんかなですね。で今日は熱田駅まで行こうと思います。であと12キロとかありますかね。なのでまだまだです。まあ、まだまだでもないか、2時間半とかですかね。今もう4時にもなったのかな。今4時半ですね、ちょうど。なので、まあ、夜の7時ぐらいかな到着は。向こうでいいのかな。はい、1号線歩き続けます。こちらで今回の動画終わりとなります。いやー嬉しかったですよ。愛知県に入りました。もうね残り少なくなっておりますが、まあ、距離的にはまだまだあるんでね、はい、もう少しお楽しみください。ではですね、チャンネル登録と評価よろしくお願いします。ではまた、アディオー。